皆さんお待たせしました。本日、雷神44の前日計量会見です。ルキアがもうそろそろ到着するということでカメラ回して待ってるんですけど、朝僕ちょっとルキアと会ってんやんか。はいはい、会ってんけど体すごい仕上がりやった、ね、ちょっと見させてもらってんけど、でもやっぱり水抜きがちょっとしんどそうだった、ね、そうしんどそうでカメラ回せなかったんですけど、ちょっと喋ったけど、ね、もう俺握手だけした。ルキア頑張ってなって。そうですね、うん、ルキアね、グアカオ戦この前やったやんか。はいはい、ですごいドローやったやん。そうですね、それがほんまに自分の中でほんまに悔しい思いして、そのブアカオ戦で感じたこと、フィジカルであったり体の強さをなんかめっちゃ感じたらしいね。そこでなんかルキアがめっちゃフィジカルのトレーニングを力入れ出して、体がやばい。戻った、出ます。3時間しかって、いや簡単にご説明させていただきます。大会は明日9月24日日曜日、12時会場です。午後12時会場、14時開始。午後試合は MMA ルール5分3ラウンド66キロ契約と申し上げておりましたが、60キロ試合です。続きまして第7試合です。ライジンキックオフシングルール3分3ラウンド70キロ契約です。アンポ・ルキア VS 宇佐美翔・パトリック両選手の入場です。では、宇佐美選手、お願いします。宇佐美選手、69.90 クリアです。続きまして、アンポ・ルキア選手、お願いします。アンポ選手、69.95 クリアです。クリアしました。ファイティングポーズ、あるいはご自身のポーズをお願いいたします。さあ、フェイスオフです。会見の時からバチバチの火花を散らしてきた両者でありますが、気をつけましょう。皆さん、止めてください。明日のゴングを待ちましょう。明日のゴングを待ちましょう。ありがとうございました。この2人の戦いは明日の第7試合です。パーライル選手、71.00 クリアです。まずは両者並んで正面を見ての写真撮影お願いいたします。プレイスフェイスゴール。こういった堀江選手のファイルスタイルやりたいでしょうか。そして東大選手、どれどれの戦いにご参加でしょうか。初めてですか。初めてですね。お疲れ様です。ルキアさん、ブレーキガンしました。初めてあんなん見た。確かに。いや、てかもう会場やばい。さっきだってる。怖いな。お、ルキア久しぶりっすね。確かに、ルキアもうあんな初めて見たっす、会見。あんなっす、あんなルキアがなってんの。パンチ食らった、食らった、パンチ当たった。俺、うん、もらったんや、もらったんや。なんかパンチされへんかった。頭だけ。頭だけ。逆に俺がちょっとパンチしたんやったっす。これやばいと思って一応、こう、そういうこと。やばかったよ。ピリピリって左からなんかこうなって、あ、やばいって。自動的に。お疲れ様です。珍しく揉めてますね。揉めてないです。おでこつけてた気やから。いやでもな、正直な、はい、はっきり言って楽しみやな。なんでかって言ったら、はい、今までそういうことしてくれる人おらんかったもん。やっぱ俺がなんか盛り上げようと思って、例えば納豆食えやとかさ、お前は花がないとかさ、そういうこと散々言ってきたけど、みんなあしらってくるやん。いや、まあそんなこと言っても僕は明日試合で勝つだけなんでみたいな、おもんないのお前みたいな。まあ嘘にいいんじゃない。まあ明日確率に処刑しただけやん。会見の時と今日の計量の時で合わせた感じやっぱ違うか、一緒。いや、まあそれ研ぎ澄まされてるでしょうね、お互い。うん、まあ今からこう回復していて、さらに明日お互いが最高の状態になると思う。どうですか、調子は。めちゃくちゃいいよ。この辺がちゃうやろ。違うっすか、全然。腹筋死ぬほどやったもん。みんな、俺が腹が弱いって言うから。もう今はもうトラックで控えても大丈夫。昨日のニトン大丈夫。ルキア、そういうとこあるかな。てか、ジョリーどこ行ったの。ジョリーは練習します。あ、そう。MMA ゴロゴロしょうもんないって、ライジンに来て、はい、まあ、その発言をして、まあ、すごい、こう、賛否の P が集まって、で、それを俺はブアカオ戦で、絶対にこう、その世間の評価とか、そういうのひっくり返してやろうと思うんだけど、まあ、前回それが、まあ、俺の中ではかなわなくて、まあ、ドローになってしまって、まあ、それがほんまに悔しくて、まあ、今回、マジで仕上げてきたから、全部全て。パンチも蹴りも、で、あと、体作り、で、スタミナ。やってないことが見つからへんっていうぐらい、俺は全てやってきたの。だから、絶対に、明日は、有言実行します。楽しみにしてください。試合前でファンクラブとかそんな動かされてないと思うんですけど、うん、ちょっとルキアさんのみんなから寄せ書きが集められてます。それ全部アンポルキア応援コメント。お前これ寄せ書きって言わないの。さすがに寄せ書きみたいなやつ。いやお前、俺なんかそういう卒業式にもらう、そのこういうのにさ端っこに一個ずつこういうようなイメージしてたわ。結構な人数書いてきてくれてないな、こうやって。そうなんですよ。普通に嬉しいですね。ファンクラブっていいな、ねえ、うん、こういうそのなんていうかな、応援のコメントだけが順で 100% 集まるやん。あ、うん、
まあ、SNS は SNS でもちろんそのプロモーションもありきで、そういうアンチのコメントも集まるのも必要だと思うし、やっぱそれだけじゃやっぱり、あの、なんていうかな、気持ちの部分で、うん、助かるな、うん、嬉しいわ、頑張ろうと思います。皆さんありがとうございます。ザファイア、すべて読まさせていただきます。じゃあ、ルキアさんが、うん、あれないって言ったら、いいから読みました。ベスト最高。やっぱナイトプロテイン、もうこれを飲んで、あの、明日はぐっすり、ヘンプファーダも入ってるからな。これを、まあ、案件っぽいです。ルキアさん作ってるんだよ。そうです。まあ、俺が作ってはないけど、俺が作ってるわけじゃないけど、まあそうです。じゃあレスト飲んでバッチリやりますか。まあ散々バチバチしたけど、まああとはね、明日男と男が、選手と選手が2人戦うだけなんで、俺は必ず勝って次に進みたいと思います。お願いします。パンパーンってやるの。パンパーン、はい、ありがとうございます。明日お願いします。頑張ってください。明日頼んでおきます。おっぱい。おっぱい、明日いけるわ。え、明日いける。勝ちましたね。じゃあ、おっぱい。だからパンパーンってやってね。パンパーン、完璧。はい、ということで、皆さん、アンプルキア VS 宇佐美翔パトリックの会見、どうでした？この試合を皆さんにもっともっと楽しんでもらうために、宇佐美さんに詳しい2人に来てもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ボクシング出身やし、僕はあのショーとジム一緒やったんで、井岡ジムにショーも所属してたんで、もうショーのことはもうよく知ってます。え、一緒って一緒に練習してたんですか？一緒に練習してました。へえ、やっぱやばいんですか？強いっすね。もう高校生の時から、はい、ボイオチャンピオンのことスパーリングしてたし、実力はもう折り紙付きっすね。バリバリ強い。ボクシングだけだと全然日本チャンピオン、東洋チャンピオンクラスはあるんちゃうかなっていうぐらい。しかもアマチュアって3分3ラウンド特化してるから、このルールにとってもう一番強い。僕、宇佐美さんのこと、ちょっと強いぐらいしか知らなくて、詳しく分からないですよ。でも、B ベッドの図がこれなんですよ。そんなの何倍え、それはちょっと過小評価されすぎちゃうから、マジでそれはない。マジですか？はっきり言って、俺っていい、はい、木村みどりより強いと思う。あ、ちょっと待って、焦るな、焦るな。一回頑張って。宇佐美さんって高校の時ロックアウトって言うんですよね。そう、インターハイ2回、国体2回、選抜2回かな。だから全部6回、高1でなんて。それってどれぐらいすごいですか？どれぐらいすごいかというと、井岡和人君が高校6回です。史上初じゃん、和人君が。そう、じゃあ高井君的には、じゃあその一緒に練習してたじゃないですか、ボクシング。もうぶっちゃけ高井君何体ないですか、アンプルキア。いや、ほんまにルキア君めちゃくちゃ強いから、名前もやっぱルキア君の方がめっちゃあるやんか。実力もあるってみんな知ってるから、はい、そんだけのオッズついてると思うねんけど、はい、ほんまに実力差があんまりないと思ってて、 5.5 対 4.5 ちょっと待ってください、もっと分かりやすく言ってくださいもう点5点いらんじゃないですか。それぐらい拮抗してるの。あ、そういうことですか？拮抗しまいって、それおかしいやろ。4.6 ほどの差はないから、もうほんまに五分五分に近いぐらいの。マジっすか？正直パンチだけやったら翔の方が全然上やと。いや、マジで、あのまま俺らよりも強いと思う。パンチだけ3分の全然、今だと全然ショーも強い。絶対、俺らより全然強い。俺らよりっていうか、ホストがやり合ってたやつ、一緒に行くんだよ。ちなみに、じゃあ B ベッドかけるってなったら、どっちにかけますか？パトリックにかける。4倍ついてるよ、美味しい。だってルキア君にかけても、あ、僕なんも 1.2 倍とか1.15 とか。だって10万円かけても11万5千円しかならないんですよ。かけたくなくなって。10万円かけて40万円なんやったらかける。確かに。ちょっと価値。これ面白いな。ちなみにあの試合展開はどういう風に予想されますか？やっぱルキア君は蹴って、まあ、入らせたくないと思うけど、まあ、パトも対応しながら、まあ、パンチで、まあ、パトは切り込んでいくんじゃないかなと。そこにだからルキア君は、まあ、会見でも言ってたけど膝合わせたり、まあ、俺はルキア君蹴りやっぱ狙っていくんちゃうかなと思うけど。え、でもボクシング出身で蹴りとかはじゃあ弱い感じですか？いやいやいや、もともと空手やってたよ。あ、そうなんですか？そうそうそう、バックボーン空手で、多分少年時代空手やってたんじゃん。全国優勝してる。空手でですか？あ、そうなの。してます。聞いたことあるで。適当に喋んなよ。やめろよ。え、じゃあもう正直10か0、もう正直負け勝ちってそうじゃないですか。 B ベッドっても勝つか負けるじゃないですか。 5.5 とかないんで、もう正直どっち勝つと思うんですか？もう損得なしで。せーの、パトリック。まあ僕らボクサー出身やから、ボクシングを応援したいっていう気持ちもあるんで、アンポ君別
に知ってるけど、もちろん後輩やし応援したいっていう気持ちもあるけど、でも僕自体がそれ抜きにしてもほんまにショーめっちゃ強いし、まあ、ルキア君ももちろん強いの分かってるけど、今回ありますよ。いやバンクルは、ほんまね、俺ぶっちゃけやるけど、キムラミドルより俺ウサギパトリックの方が強いと思う。それは後輩が、それはマジで強いと思う。マジっすか。一緒に練習してるやん、あの二人は。ほんまにやばいから、めちゃくちゃ強いから、パンチやばいしスピードもあるし、安定感もあるし若いから。六冠って、でも本当は繰り返しそうですけど、この日本のボクシング高校歴の長い中で何人、3人ぐらいなんですか。何人出てんならいいか、でもほんまに数人しかおらへん。オリンピック本気で目指してて代表候補までなってたし、そこで負けちゃってなんか MMA に行ったんやけど、ほんまにパンチやばいから当たったら倒れると思う。まあそれはある。上も下も強いです。パンチほんまにあるからめっちゃ面白い試合になると思う。てかあのボソッと木村みのる選手より強いっていうのはびっくりしました。俺は僕めっちゃ木村選手強いイメージっていうか、強いし、まあ、強いと思う、強い、そう強い強い強さある。でも俺パトリックの方が強いと思う。俺パッと見てっていうか、そんな分からへんね。みのる君とかやってるし、みのる君強かったよ、ね、けどパトリックには俺勝てる気せえへん。パトめちゃくちゃ強いし、もうミノル選手がやりたくないって言ってるって聞いたことあるし。あ、宇佐美さんじゃないですか。そんな強いんや。宇佐美さんがルキアの左ボディで倒すって言ってるんですよ。それについてどうですか。めちゃくちゃ左ボディ得意なパンチャーだもん。めっちゃ強いし、当てるのほんまうまいから。あ、そうなんだ。 MMA の試合とかでもバーン入れてるし、当たったらほんまに倒れるパンチは持ってる。でもやっぱ左ボディってやっぱり前傾で打つから、はい、キックボクサーってあんまり打たないじゃないですか。はいはい、左ボディプロ強く、まあ、結構だからショーの左ボディはボクシング仕込みやから、僕も結構左ボディ得意なんですけど、あ、いやイメージ結構ガーンいくんで、確かに当たったら倒せるパンチあるけど、リスクはあると思う。見てる皆さん、このパトリックにかけた方が稼げますよ。いやでもアンプルキャ、宇佐美翔パトリックの勝敗予想しててありがとうございます。ああ試合が僕個人的になんかめっちゃ楽しみ、もうなんか楽しみにしてたんですけど、それはなんかこんななんていうんですか、ワクワクの楽しみじゃない、なかったんですけど、違うドキドキというかワクワクの、ね、余計楽しみだった。はい、まあ、確かにちょやられるリスクもあると思った。そうですよね。いやでもこれほんまに強いから、これは面白い。めっちゃ俺も楽しみやな、この試合。これ一番楽しみやな。確かに視聴者の人のためにね、これ YouTube 用で言ってると思ってるでしょ。この2人本音しか言わないんですよ。いやこれマジで俺ぶっちゃけミノルアンポよりパトリックがアンポの方がめっちゃ、まあ、勝負論あると思う。え、マジっすか。勝負はめっちゃ面白い。俺はちなみに木村選手とルキアさんだったらどうなるか。俺ルキアさん。俺パトリックは強敵やと思う。マジでもルキアもめちゃくちゃ進化してます。フィジカルが体の、ね、はい、これだけは前回の試合でちょっとドローになったんですけど、そっからルキアめっちゃなんか変わったというか、もうショーも仕上げてくると思うんで、これはほんまに K-1 対ボクシングでも言うても過言がない。めちゃくちゃ面白い試合になります。あ、話長くなると思うんで、あ、長くなれんから、高ゴリチャンネルの方でライジン44、今回も B ベッドさんが、すごいキャンペーンしてるということで特典いただいたんで読ませていただきます。おい、30ドル約4400円ですね。入金するとどこよりもお得にライジン44の PPV チケットが手に入ります。入金したお金は選手にかけれることができます。事実上無料で PPV が見れます。どんだけ。はい、ということで、ビーベントさん、いつも応援ありがとうございます。概要欄のリンクから飛んでいただければ実質無料で PPV が見れます。面白いね。はい、無料で格闘技の試合見れるのいいですよね。それ以上喋っちゃうよ、やっぱこのね、リアルタイムで応援してる選手にもかけれて、そうです、儲けれて、そうですよ、ペーパービュー見れて、そうなんですよ。今回のカードやばいやろ、みんなこの試合が一番やばい。俺も思ってる。他注目してるしよ。誰やった、知らんのかい。アンブルギア VS 宇佐美翔パトリック君の、試合、皆さん楽しみにしていてください。いや、ありがとうございます。ほんま大事。